今日はね、これをつけろと思っと、もう開けてしまった袋。ここに来るー。まあ、このケンジが送ってくれたペラペラステイを無駄に使いたくないけん、穴開けてやるという。まあ、とりあえずこれで。で、裏はベローンって長いけど、切るのめんどくさくてさ。じゃあね。やっとできました。近くから見たらわからん。透明見たらかっこいいかな？てりーん。ハロー。ここもね、有名な場所。なんか、人気スポットやね。あそこの変な牛の見える。多分そういうとこやったよ。牛湯屠殺場みたいな。知らん。とりあえず市場がある。じゃあね。ということで、完成のパイ。ここが、なんかそういうバイクのね、服とかが売ってあると。ね、今度、洒落たやつ、買いに来よう。じゃあね。こういうチャリも、デンマークといえばみたいだね。で、まあ、こういうバイクは、今んとこ、一人だけ。見えるかね。まあ、そんなこんなで。あそこのインコっていうのは業者が買いに来る市場みたいなところ。市場っていうか、食料品とかいろいろ買えると。普通のやつは入れん。なんかカードがいる。会員払えば入れる。みたいな感じ？じゃあね。今日はね、このリアショック買える。で、今ジャッキちょい上げとおけん。じゃあね。リアショック買えたよ。これコニーじゃないよ。偽コニーね。で、もちろん、チェーンも、さすかえ、あれ変えたけんさ、たるみをちょっと伸ばしとおけん。まあ、こんなもんや、俺あんまチェーンのことが詳しくなくてさ、いいじゃない？これで、だって27センチから32センチに変わったけんね。じゃあね、どうかね、刺す長くなったけんさ、ケツが上がったんやんな、かろうか。で、これで三段シートクイッと入るけんさ、ね、ロケットは、ちょっとね、じゃあねー。マジでやばいね、これは。